フライパン一つでできる簡単さ。カラフルなパプリカととろーりチーズがたまらない。マヨネーズが隠し味。ピーマンのチーズ焼きをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずピーマンとパプリカはヘタと種を除き、縦1センチ幅の細切りにします。フライパンにマヨネーズを入れて火にかけ、ピーマンとパプリカを入れて焼きます。ピーマンやパプリカは強火でさっと加熱しましょうね。塩コショウで調味し、ピザ用チーズをのせます。蓋をして2分ほど加熱すれば出来上がりです。忙しい時の食事作りのお助けレシピに最適ですよ。ぜひお試しください。